よかったな、偶然着替え持ってて。ねえ、よし、よいしょ。はい、チョコミックス。ありがとう、いただきます。おいしい。僕、学食のソフト初めて食べた。だってソフトクリーム食べると今まで 100% 床に落としてたからな。な、一口に。え？おう。ヤギに噛まれ、プロ野球を見に行けば乱闘で試合中止、海水浴に行けば季節外れの寒波、キャンプに行けば木がしけっていて焚き火の火がつかず、その他にも俺のせいで周囲まで不幸に巻き込んでしまった悪夢の数々。福原、ああ、大丈夫か？体調でも悪いのか？ああ、いや大丈夫、なんでもないよ。そうか、超幸運体質の篠宮とならどこでも行けるってことか。福原の行きたいとこでいいけど。いいの？おう、いいけど。あー、どこにしよう。人と遊ぶの10年ぶりだよ。あ、動物園に遊園地、 あとは映画館、水族館もいいし、 あと猫カフェも、 あとナイトプールもいいな、あとは温泉にカラオケに。じゃあそれできる限り全部行くか。でもお金かかるし時間も。いいよ、福原と一日ずっと一緒にいれるじゃん、朝から夜まで。